ジョゼカルロスネポム製のモーゼルモーゼルこと、ジョゼカルロスネポム製のモーゼルは、ブラジルリオデジャネイロ州出身の元プロサッカー選手、サッカー指導者。ポジションは DF。ボタフォコのユース在籍時、DF としては小柄であることを理由に放出され、フラメンゴに加入、その後急遽身長が伸びた。フラメンゴ時代の1981年に、コパリベルタドーレス。 トヨタカップでも先発出場して優勝に貢献。その後ベンフィカに移籍して2度のリーグ優勝に貢献。1987から88シーズンのチャンピオンズカップ決勝進出に貢献したが決勝で敗れた。その後フランスのマルセイユに移籍。チームの中心選手の一人としてリーグ3連覇。1991年のチャンピオンズカップ決勝進出に貢献。 しかし決勝では再び敗れた。再びベンフィカに戻った後、ジーコの誘いでアントラーズに入団しプレーしたが、2シーズン目の1996年に2試合プレーの後、怪我のため引退となった。ブラジル代表としては怪我のため1986年のメキシコワールドカップ、1994年のアメリカワールドカップへの出場を逃したが、1990年、 イタリアワールドカップに出場した。ありがとうございます。